皆さんこんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。みつ先生旅のみつ先生です。今日はですね、これから海外渡航される方が増えてくるかと思います。特にハワイとかグアムとか、実は私これからのアメリカの方に一人旅に出かけるんですけれども、まあ、自分の確認も含めて今回はアメリカ渡航に必要なものを皆さんと一緒にチェックしていきたいと思います。よろしくお願いします。わはい、ではまずアメリカ渡航に必要なものを一緒にチェックしていきましょう。まずはパスポートありますか？はい、パスポートは期限切れに注意してください。もう一度中身をチェックしてください。はい、次に90日以内の観光で行かれる方はエスタが必要になってきます。はい、これはエスタを登録する際は詐欺サイトにご用心ください。概要欄の方に正規のエスタの登録先のリンクを貼っておきますので、よかったらご覧になってください。はい、次にもちろんチケットです。はい、チケットを忘れないでくださいね。はい、その次にアメリカ入国には、現在2022年11月7日時点ではワクチン接種証明2回目が必要になっています。はい、これ注意していただきたいんですけれども、日本に帰ってくるときは3回の接種が必要になります。はい、なので、日本に帰ってくるとき3回接種してない方、もしくはワクチン接種をされてない方は、現地でのアメリカでの陰性証明を取ってくる必要があります。最近はコロナの検査をしてくれるところが激減していますので、皆さん十分にご注意ください。事前に調べていってください。はい、あとは滞在期間が大変短い方、3泊2泊とかね、3泊あんまりいないかもしれないけど、そういう方、ワクチン接種をされていないと、航空会社で、搭乗拒否をされることがあるようなので十分にご注意ください。はい、さあ、そして、あとは宣誓書と、コンタクトトレーシング、行きは各航空会社の、認証アプリに入力をしていきます。例えば JAL で行かれる方はベリフライという、ね、認証アプリがありますので、そこにコンタクトトレーシング、そして宣誓書、はい、そしてワクチン接種証明書を入力するところがありますので、その認証アプリで OK かなと思います。はい、私は、宣誓書は一応紙ベースではプリントアウトして出していきますけれども、まあ、見られたことがないので、まあ、大丈夫かなと思うんですけれども、ご不安な方は紙ベースで持っていかれるといいんじゃないかなと思います。はい、でも各航空会社の認証アプリをまずはゲットしてください。はい、ちなみに、JAL とかアメリカン航空とかジップエアもそうかな、ベリフライです。で、ご自分の乗る飛行機の認証アプリをゲットしてください。はい、で、帰ってくるときは共通で、以前は MySOS というアプリで、皆さん入力されて、でそこの MySOS の画面を青にして日本にスムーズに入国するという形をとっていたんですけれども、今 MySOS は廃止されてまして、今は Visit Japan Web というサイトから入力して、で、まあ、MySOS と結局同じような状態になるんですけれども、その画面を青にできれば入国 OK ということになります。はい、今回はですね、一緒にこの Visit Japan Web を入力していこうかなと思ってますので、一緒にやっていきませんか？はい、ね、50代60代70代でも分かるようにご説明していきたいと思います。はい、では始めていきます。ではですね、まずは、検索で、ビジットジャパンウェブっていうふうに検索してみてください。ビジ、カタカナで大丈夫です。ビジットジャパンウェブ。はい。で、ビジットジャパンウェブを検索すると、デジタル庁のビジットジャパンウェブサービスっていうのが出てくると思います。はい、
そしてそこをタップしていただくとビジットジャパンウェブサービスっていうのが出てきて、詳細はビジットジャパンウェブをご覧くださいというふうに書かれてきます。はい、そしたらそこのブルーのところをタップしていきます。はい、じゃあここまで大丈夫でしょうか。はい、好きなところで止めてくださいね。はい、では進んでいきます。はい、まずは新規アカウント作成から始めてください。で、新規アカウント作成をタップしていただきますと、メールアドレスとパスワードを入力していきます。はい、そしてパスワードは気をつけてください。大文字 A、英語の大文字と小文字と数字と記号の組み合わせが必要になります。これ忘れないように気をつけてください。そうすると画面のチェックがあって、まあ、あなたは、人間ですかというふうに問われています。はい、で、まあ、私はこの波のチェックをしなさいって言われてますね。はい、荒波の各画像をクリックしてください。波をチェック、あ、もう一度やり直し、ね。はい、波をチェックしてます。はい、でチェックが終わりましたら、私は人間ですと。はい、でアカウントを作成。はい、そうしましたら、今設定したメールに、確認のコードが送られますので、一旦こうね、メールを開いていただいて、はい、ビジットジャパンウェブからの認証コードをコピーして、ここにペーストしていきます。はい、そしてアドレスの確認をしたら、またログイン画面に戻ります。でもう一度先ほど自分で決めたアドレスと、あとはパスワードですね。パスワードを入力しまして、はい、ログインします。で次に本人情報を入れていきます。日本政府のパスポートを持ってますか。はい、でここですね、パスポート情報、これは、はい、ここはねローマ字で入力してくださいね。はい、そして生年月日、はい、そして国籍、あとは性別、そして旅券番号ですね、を確認して、これ大事なので、あの旅券番号、パスポートの番号を間違えないように気をつけてください。はい、そして入力したら次へ、はい、そして日本での連絡先、はい、あのご自宅でいいと思います。こんな感じで、私は茨城県なので茨城県を探しております。はい、茨城県、はい、で市町村名ですね。はい、通り過ぎてました。はい、そして番地を入れていきます。これはあの外国人の方も同じようにあのこの入力をしていきますので、まあ、こんな形で滞在先って書かれてますけど、私たちは、ね、日本に住んでますから、はい、ご自宅でいいと思います。はい、そして電話番号ですね、自分の電話番号入れます。はい、そうしましたら入力内容の確認、ちゃんと確認してくださいね。
はい、全部 OK だったら、はい、登録は完了しました。はい、はい、それで登録で、ホームに戻るにします。次にですね、入国帰国の予定を登録していきます。これは新規登録を押していきましょう。はい、そして旅行名、これは、ご自分の旅行を名前つけてください。何でもいいと思います。はい、私は2022年アメリカ、はい、私は2022年US、はい、日本への到着予定日、はい、私は12月30日なので12月30、はい、そして搭乗記名、はい、ここでは私はアメリカン航空、はい、便名は、はい、数字を入れるだけです。はい、入れたら、はい、入力内容を確認して、はい、そして予定の登録になります。はい、登録しました。はい、ホームに戻るとこんな感じになっています。旅行名が書いて、到着予定日が入ってきます。で、この、作ったこの旅行の予定をタップすると、はい、ファーストトラックというのが出てきます。検疫手続きですね。はい、これを開きますと、はい、どこかで見たことある画面が出てきます。 MySOS で出てきましたね、これね。でもこれ入力されてきます。今までね、一生懸命に入力した部分がこう反映されてきますので、それをまあ確認をしまして、はい、まずはパスポート登録してくださいというところですね。はい、パスポートの写真を撮ります。はい、パスポートの写真を撮ってください。して登録、はい、でパスポートを今ね、これアップロードしてますので、読み取りが終わりましたら連絡が来ます。はい、で一回トップに戻ります。はい、次に質問票ウェブというところをやっていこうと思います。あ、パスポートが読み取り中になりましたね。はい、ステータスはまだね、赤です。パスポートを確認してくださいと出たので、パスポートを確認しています。で、読み取りの結果、登録します、よろしいですか。はい、でまたトップへ戻る。はい、トップへ戻りましたら、次は、質問票ウェブが赤くなって登録できるようになりますので、今度は質問票ウェブを登録していきます。はい、これよく読んでくださいね。はい、そしてまた到着日確認、氏名確認、国籍確認、で全部確認をして、はい、大丈夫だったら次に進んでください。そしてこの地域ですね、滞在国、アメリカ、ハワイやったらアメリカですね、アメリカ合衆国になります。はい、そして自分のメールアドを確認して、電話番号も確認して、はい、入国者情報もう一度確認してきます。修正があれば修正していきます。
大丈夫だったらここで次へ進みます。はい、 QR コードが出てきましたね。はい、ワクチン接種証明書が入れられるようになりました。はい、そしてご自分のワクチン接種証明書を出してきまして、赤いところ登録してくださいなってますので、このブルーのワクチン接種証明書をタップ、ね、押すと、ワクチン接種証明の有無、あり、私はありなのであり、そして、日本語または英語で記載されてますか。はい、で私がやったのはファイザーでしょ、2回目もファイザー、はい、そして3回目はモデルナ、はい、そして3回目の接種日が書いてますので、私は4月30日、はい、そして証明書をアップロードしていきます。これは証明書を社名で写真で撮ってください。はい、はい、そうすると審査中になってきます。はい、ワクチン接種証明がある方は72時間前の、陰性証明は必要がないので、はい、このまましばらくお待ちください。はい、そうしましたら、ここの審査が終了しましたら、この今赤くなっているところが青に変わってきます。はい、そうしたら入国 OK です。はい、なんかちょっとおかしな感じですよね。日本でねやって大丈夫なのかなって思いますけど、私は今2週間ぐらい前なんですけど、もうやっちゃいました。帰ってこれます、イエイ。はい、ということでビジットジャパンウェブを入力してみました。はい、あとは、はい、さっきも言いましたが、パスポート、エスタ、チケット、はい、そして、各航空会社の認証アプリを入れてください。はい、ここに宣誓書もコンタクトトレーシングもワクチン接種証明書も入れる場所があります。はい、そして帰りのジャパン、ビジットジャパンウェブですね、今やりましたね。はい、これを持っていれば大丈夫です。はい、さあ皆さん、海外旅行ぜひね楽しんでください。私もアメリカ旅行ってきます。はい、動画に撮ってきますので、またぜひご覧になってください。今回の動画が面白かったりためになったなという方は、ぜひぜひチャンネル登録、そしていいねをよろしくお願いします。はい、それでは皆さん良い旅を。ではまた。